初雪型護衛艦の12番艦の島雪がネームシップとなっている。初雪型の最終艦として建造された島雪が1999年に練習艦に用途変更されたことにより本型が誕生した。それまでは除籍間近の艦艇が転籍するのが定例だったが島雪が収益からわずか12年で いち早く練習艦に転籍された背景には、海上自衛隊の艦艇が、時代の数勢とともに、システム間化し、実習員などの教育と訓練もこれに適合したものが求められるようになり、できるだけ新しい練習艦が必要になったことがある。この当時練習艦として装備されていたのは、1960年代後半に収益した。 関連30年以上の峰雲型護衛艦であった。後、2000年代半ばには、朝霧型護衛艦の初期立て造艦2隻が、山霧型練習艦として転用され、練習艦隊の現代化が完成する。2010年代になって、初雪型が、老朽化し地方護衛隊からも知り属ようになると、不足する護衛艦を補うため、 練習艦から本型に比べ寒冷の若い山、義理型が護衛艦に復帰して、地方護衛隊に配属され、練習艦に護衛艦隊を退いた初雪型が、充当された。まず、白雪、瀬戸雪が、練習艦に転用され、白雪の除籍後に、山雪が加わった。2020年から2021年にかけて、マヤ型護衛艦の収益とともに、 はたかぜ型護衛艦が練習艦へ転用され、これを受けて山行き、ついでネームシップの島行きが除籍された。2021年3月現在、練習艦席にあるのは瀬戸行きのみである。練習艦山行きが大駅広島ニュースウェブ。NHK ニュースウェブ2020年3月20日、閲覧。海上自衛隊呉地方総監部。 公式、ツイッター。ありがとうございます。